これはもう楽しみにしといてください。この角度が一番合ってます。楽しみにしていてください。今日のサイレンなんかやってください。なんかでもよく私がショールーム中に結構あの新幹線じゃないわ、その警察のサイレンがよく鳴るじゃないですか。しかも私のショールームを始めたくらいで、朝配信もそうだし、なんか夕方配信とかも私が始めたらなんかあれ治安悪いの、いや悪くないですか。ちょうどなんか私が始めたタイミングで、タイミングが悪いです、息が合わないですね、あんまりちょっと警察の方と。私の一口って結構多いんですけど、お水を飲んでいるときにこう角度で飲むんですよ。そしたら人の喉の動きってこんな感じなんだってマネージャーさんに言われました。いい経験だったな。自分の限界を知った日でした。水の CM に出れますか？嬉しい。そんな。もうちょっと楽しかったな。早くみんなにどんな仕事だったって言いたい。将来はビールの CM をやってほしい。もう喉越しみたいなことですよね。こんばんは。ショートカットの女の子がポニーテールできるぐらい髪が伸びた時ってちょっとときめきますか？ときめけときめけないか。よし、ポニーテールするときが、初日完売おめでとう、ありがとう。先ヨーグルトを爆食いしました。美味しかった。それだけで良くなった気分。この鼻になりたいです。この大きさの。
でも慣れない。こうやってこの、これが理想の花なんですよ。どうですか？なんじゃこりゃ。変化。小さい頃は鼻が小さくなるようにこうやって鼻をつまんでました。こうギュッて小さくなれみたいな感じだとか、背を待ってくださいね。今ね、胃が格闘してるから。マジで面白かったけど、面白かったけど、面白かった。ちょっと待ってください。面白かったですけど。胃がね。みんなに言いたいわ。何でそうなったみたいな気になりますか？みたいな経験でした。コメントにしますね。胃は大丈夫です。本日は少々ちょっとで終わりたいと思います。AKB さんが ABC マートのニューバランス靴のなんか、それでなんかCM が新しくしてて、それを見たんですけど、なんかなあちゃんが大人みたいな、大人じゃないけどかっこいい感じで、すごかった可愛かった。みんなの瀬戸つ、今日は瀬
ドチャルじゃないかったんですよ。また撮影を、はい、早く言いたいな。もう絶対面白い。10月末ぐらいのあのあれになると思うんですけど、今日の夜のセットじゃない、あ、そうだそうだそうだ、夜のセットじゃないですが、夜のセットじゃないもね、実は巨人ファンです。カープが絶不調、瀬戸チャリでくれに行きました、私の地元に。すごい食べ物、すごい食べ物というか食べたんですけど、たこ焼きが、あ、これは言っちゃいけないですね。番組を見てからのお楽しみですね。すごいビジュアルの食べ物を食べたんですけど、地元の強みを、どんなビジュアルや、ビジュアル系、いやもうビジュアル系って違う、ちょっと明日由美子は誕生日、来ました、ぜひ皆さんにも見てほしいし食べてほしい。誕生日ケーキって何ケーキがいいですか？あの、私モンブランが、でもモンブラン最近食べてないな。なんか私水切りヨーグルト、なんかヨーグルトケーキみたいな美味しくないか。水切りヨーグルトのとか作った時に、それがすごいチーズケーキの味に似てて、チーズケーキ食べたいって思いました。なんか純粋にモンブランにしましょう。秋はモンブランか。誕生日もうすぐ近いですか。ショートケーキのメロン、メロンブラン大好き、チーズケーキ好き、この前桃のチーズケーキ食べた。お、モンブラン食べたい。皆さんのやっぱりベストオブザケーキって何ですか？結局これだみたいな。栗ってなんであんなに美味しいんだろう。え、なんであんなに美味しいんかね。モンブラン、ショートケーキ、フルーツ、タルト、ガトーショコラ、チョコボール、ええー、よー、なんかショートケーキってなんでショートケーキで通じるんですかね。別になんかあの他のはなんかまあガトーショコラとか、ショートケーキってホールケーキでもショートケーキ、なんか生クリームとかいちごが乗ってるやつですよね、ショートケーキって。どっから来たんやろ。
生クリームケーキとかじゃないんかな、ショートケーキ、ココアってケーキにあんまり、え、うん、あんまり、まずはハロウィンか、どっから来たんだろう、意外と ハーブスの下場の、なんか最近の食べ物とかケーキとかのお話は盛り上がりますね。楽しい。モンブランが好きです、嬉しい、食欲の秋だから、ハーブスのケーキは半端なく美味しい&高い高級ケーキ屋さんなんだ。でちょっと本日もちょっとで配信が終わりたいと思うんですけど、癒したいと思います。この後お大事に、ありがとう、明日も明後日も頑張ろうな、絶対優勝しような、いつも15分です、そうかな、いつも15分なのかなって言いながら、今日ももう20分ぐらいになってるんだろうなって思うけど、ショールームではファンの皆さんと会話できるし、いい一日の時間になっ、いい時間になってます、ありがとう。